メンバーは皆さんおはようございます。ということで、今日もですね、早速、ライブの方を始めていきたいと思います。今日もですね、皆さんたくさんの方がね、ライブの視聴を予定してくださっていて、本当にありがたいです。どうもありがとうございます。それではですね、どうでしたかね、これまでの、未来を設計して、そしてね、最強の、運気をね、手に入れて、心のブレーキを思いっきり外してきていただきましたけれども、これからですね、さらに、皆さんにですね、思いっきりアクセル全開で、10倍ね、加速していくっていうところをね、やっていただきたいなと思っております。はい、今日ね、もうものすごいね、皆さん一気に入ってきてくださって、本当ありがとうございます。今日ね、一番最初に、ちょっとね、見てほしい動画があるんですね。これ、ちょっと、一緒に見てもらってよろしいですかね。はい。おはようございます。ひとみちゃん、今日も見てくれてありがとう。そらのさん、朝からマインドワープの4日間。うおー、すごーい。そして、はい。これね、ごめんなさい。同じの見せちゃった。はい。翔太さんも今日もありがとうございます。えりちゃん、坊主えりちゃんもありがとう。そして、けいこさんもありがとう。ようこさん、久しぶりやー。恐れの回、すごく腑に落ちた。あ、よかった。嬉しい。かえこ先生。はい。あ、今日自宅？あ、よかった。ライブ見てくださいね。まりさんもありがとうございます。森えりかさんもありがとうございます。まゆみ、thank you for joining。じゅんこさんもありがとうね。そして、ちかえさんもありがとうございます。なつきさんも、はい、ありがとうございます。ということで、そうそう、ゆうこさんもね、ありがとうございます。これね、どんどんね、コメントがたくさん来ちゃうので、全員ね、カバーできなかったらごめんなさいね。おはようございます。通勤中の電話の中で見ています。はい、ありがとうございます。はい、ゆうこさんもありがとう。はい。ということで、今日ね、一番最初に見ていただきたいのが、この動画なんです。ということで、ゆいちゃん、ギリギリ間に合った。あ、よかったです。ね、まずね、ちょっとね、これ、私、いつも、すごい自分がね、凹んだりとか、なんかいろんなね、気持ちのこう、波の、バイオリズムのね、お話を、運気の時にも話しましたけれども、低い時にね、ちょっとね、いつも見させていただいてるのがね、この動画なんです。ちょっとだけ見てください。すごくないですか？で、実は、この、今ね、足がない新体操のね、選手、の動画を見ていただいたんですけども、こちらの足がある方が、実のお姉ちゃんだったっていう話なんですね。これね、インスピレーショナルアスリート、born a legless gymnast。で、調べると出てくると思いますんで、ぜひね、自分自身がね、なんか自分のこと好き、でも今日、そういうワークやりますんで、ちょっとね、自分なんてって思ったら、もう私はこの人のね、いつも動画を見させていただいてるんですよ。もう彼女のね、この。Disbelief because...もうなんかその側の彼女のね、話し方とか、もう本当に前向きなんですよ。ね、なんか本当に、私ちょうど自分がダンスをやって、習っていたんだけど、全然上達しなくて、もう自分の足を呪ったみたいなね、そんな時代があったんですけど、その時に彼女のこの動画を見てですね、足がないのに、こんなに、できている彼女めっちゃすごいって思って、なんか足があるのに、なんかその自分の、この与えてもらっている足を呪って、なんでこの足を持った通りに動かないのみたいにやっている自分を、本当にこう反省ね、させてもらったっていうね、動画なので、もしね、皆さん自身も、なんか自分のことをね、なんか好きになれないなとか、まあ今日は、もうこじこじちょっとネタバレしちゃってるんですけど、そう思った時にはですね、ぜひね、この彼女の動画をですね、見せていただいて、そして少しでもね、自分を好きになるっていうところを一緒にやっていただけたら嬉しいなというふうに思ってます。はい、ということで、早速ね、今日の本題の方に入っていきたいと思います。ちょっと待ってね。おっとっとっと。
き。あれ？よいしょ。おなぜか全然違うのが出てきちゃった。ちょっと待ってくださいね。今行きますよー。ここは、いいんです。なんかね、iPhone の問題が出てきて、ちょっと待った。それはいいんだよ。はい。今はスライドだけ表示できればいいんです。はい。ということで、シェアスクリーンの方ね、行きたいと思いますね。よし、これでいける。よし。はい。ということで、アクセル全開で10倍加速する方法、イエーイ！ということで、これまでね、皆さんに、たくさんワークをやっていただいて、そしてね、ご自身の未来、最高の未来を作っていただいて、そして運気アップしていただいて、昨日はね、心のブレーキを全部外していただくっていうところまで、ね、一緒にやってきました。どうですかね、どんどん、なんか、自分の中でね、昨日も、たくさんね、引き寄せができるようになりました。お昨日、恐れを手放したら、すごいことが起きました。あ、よかった！おめでとう！もうね、こういうのね、めっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひ皆さんも、何かね、自分の中でこう変わったよっていうのがあったらですね、ぜひご報告くださいね。ありがとう！みえちゃん、ありがとう！はい、ともいちゃんも、Good morning! Thank you! あら、るりちゃんじゃないの？おはようございます。はい。ということで、ではね、今日のアクセル全開で10倍加速する方法を、話していきたいと思います。さて、今日のね、学習ポイントなんですけれども、まあ、アクセル全開にするために必要な3大要素を理解する。そして、10倍加速するために必要な3大要素を理解する。まあ、要は、両方のその3大要素っていうのを理解していただいて、そして最後にアクセル全開にして10倍に加速するっていうところまでね、カバーしていきたいと思います。さて、アクセルを全開にする3大要素 3Ss です。はい、これねめちゃめちゃ大切です。セルフイメージ、そう、セルフイメージ and self confidence and self love ということで、最初のねアクセルを全開にするための要素っていうのは 3Ss になるということなんですね。この3の要素、実はね、挙げていなかった私が、20歳の頃ですね、まあ、正直に6円で英語、力も全然なくて、TOEIC 280だった時のセルフイメージってどんなだったかっていうと、まあ、セルフイメージ、もう自分なんて超ブスだし、もうデブだし、英語できないし、お金ないし、ですよね。でも、自信は、いや、英語はテストはできたけど、これあれですね。英語の勉強した後、実際に自分自身が、通訳になった時ですよ。だからこれ23だ。これ、自信っていうのが23ですね。だから、英検も、1級取れたし、TOEIC も950超えたけど、でも実際に、ウォルト・ディズニーのね、会社で仕事してたんですけども、もう、受付の人が7年在米歴があるっていうんで、英語ペラペラなんですよ。もうみんななんか冗談とか英語で普通に言っちゃってんの。で、英検1級取っても別にそんな冗談とか言えるわけじゃないんですよね。めっちゃ早い会話とかは、映画の中のああいう会話とかは、ついていけないんですよ。ですので、もうなんか、もうなんか全然受付にも劣るわ。みたいな感じな、まあ、ちょっと受付の方にね、失礼な言い方ですけども、でも本当は通訳だから、なんかそんな、もっとできないとダメでしょうっていう、そういう気持ちがあったので、当然自信なんてないっていう時期ですよね。そして自己愛。もうこんなダメな私をどうやって愛すればいいのよ。無理無理みたいな感じだったんですね。で、これ実は、私の、ニューヨーク在住のね、もう大親友が、実は私があまりにも、この三大 S が低すぎて、もういつも不適されてたんですよ。ね、もうなんか全然自信ないですし、もう全然ダメなんで、まあ私なんてもう通訳として最低ですから、もうなんていう感じだったんですよ。で、そしたらば、もう、弥生ちゃん、ね、ちょっと来てって言って、呼び出されたんですよね。で、本当にさ、なんか今の良くないと思うんだよね。だって、私は確かにアメリカに20年住んでたから、そんな英語できて当たり前じゃん。でも、弥生ちゃんはこの日本っていう場所で、本当に頑張って勉強してそこまで来たんでしょ？それってすごいことじゃない？すごいって言ってくれたんですよ。2時間説教。ね、もうなんか。
もう私は本当その彼女ね、のおかげで今があるな、本当思うんですけど、で、そのおかげで私は、自分のね、未来をね、本当に切り開いていくっていうことができるようになったんですけど、でも、その時、このね、3S が本当、最悪だった時って、引き寄せた現実は、何もできないあなたに紹介する仕事はありませんと人材紹介会社には言われ、スチュワーデスの仕事もね、一応応募とかしてみたんですよ、写真とか撮ってね。でももちろん、ブスだし、社会性、書類選考をするわけですよね。で、その後、まあ、3年間で通訳にはなるものの、結局この 3S をやってないから、英語の実力は上がるものの、誰も私を通訳者として積極的に使ってくれなかったんですよ。ディズニーでのね、話ですよ。もう、これを自分が作り出してるでしょ、それはね。でも、私なんてってなってるから、みんな私に通訳の依頼が、なんかしにくいわけですよね。なので、もう本当になんか、私の使ってもらえないみたいな感じだし、しかも、そんなセルフイメージですから、もうモテないですよね。で、もうだからね、本当に、3S、皆さんにあげることをお勧めします。そして、その後ね、結局、アフター、まあそうやって、私の大親友にですね、カツを入れてもらって、本当に自分自身をちゃんと正当に評価なさいよって言ってくれたおかげで、そうかと思って、それで自分自身でね、いや、私は世界で一番の強く、まあこれは、ここまで来れたのは、あれですよね、アンソニー・ロビンズの UPW2010 年までかかってますけれども、でも、それをきっかけに自信っていうのは大切だ、自分を信じるのは大切だ、そして自分を愛する大切だ、セルフイメージは大切だって言って分かって少しずつ少しずつ、それを強化していったわけですよね。そして、自分を信じる、ここ大切です。もうね、自信って自分を信じるって書くだけじゃないですか。で、自信がないんでっていうのは自分を信じてないっていう自分を信じるっていう選択をしてないだけなんですよ。あなたの実力と自信って関係ないんですよ。なので、もうとにかく無条件に自分自身を信じると決断していただくっていうことをね、今日は私は皆さんに本当に懇願したいです。もうそれによって私はどれだけ楽になったか、どれだけ救われたかっていうところがあるので、まあよくね、そのね、自信いらないよっていうね、方とかもちろんいらっしゃるんですけど、ただね、自分を信じてあげられるって本当すごい強くなれるんですよ。自己責任も持てるんですよ。だって自分が選んだ、彼だから信じていこうとか、自分が選んだ通訳っていう道だから信じようとか、やり抜こうとか、そういうふうになっていけるんですよね。そして自己愛については、私が一番自分が頑張った自分を、知っている。すべて知っている。これ神様とか他人とか親とか、パートナーとかじゃないんですよ。だって、あなたのことはずっとあなたが一番知ってるわけですよね。本当に心の底から自分を認めてあげようと思ってください。私が誰よりも自分の応援団になってあげてください。で、これをやり始めてから、まあ、引き寄せている現実って、本当にすごいんですよ。世界一ばっかりの通訳アンソニー・ロビンズもそう、安倍首相もそう。そして、今のね、国連の事務総長が前職の時の、通訳もさせていただいたり、そして通訳すれば褒められまくるっていうね、現実が引き寄せられたり。もうとにかく、誰も褒めてくれなくても、自分が自分を褒められ、誰かの褒め言葉を待たなくていいっていうことって、もうこれ、誰かに、依存せず、誰かに、なんか、今、発音がおかしかったね。誰かに依存せずに、私福を味わえるっていう状態になれるってことなんですよね。ですので、これはやっぱりアクセルがちゃんと全開になれるよっていう、10倍に結果がなるよっていうね、とっても大切な要素だっていうことなんです。では、もうちょっとね、詳しく、じゃあ、セルフイメージ、自己アイデンティティ、っていうのをね、見ていきたいと思うんですけれども、そうそう、自分を信じるっていうことがね、そう、まゆさん、ありがとうございます。本当に大切です。はい、かなえさんもありがとうございます。けいこちゃん、ありがとう。やっとライブで見れてます。ありがとうね。もうめちゃくちゃ嬉しいです。で、セルフイメージが、じゃあなんで上がらないとアクセルが全開にならないのかっていうことをね、ちょっと説明させてください。ここね、今日なんか、けいこちゃんが見てくれてるのめっちゃ嬉しいな。そう、セルフイメージが低いと、自分の成功ってこの程度で、まあ私だったらこの程度かなって言って、アクセルを全開にしないんですよ。自分がね。
なのでだからこそセルフイメージを上げる、要は自分のセルフイメージの高さに従って自分が達成できる成功って決まってくるんですよ。これ才能とか実力とか努力っていうところじゃないっていうところがすごいポイントなので、そこをね、ぜひ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 、そう、理解していただけるとすごく嬉しいですね。そう、あるりちゃんどうもありがとう。そう、誰かの褒め言葉で待たないで、もうね、るりちゃんなんて超頑張ってますからね、もう本当に褒めてあげてくださいね。で、そうやって褒めてあげられれば、もちろん自分のセルフイメージが上がるっていうところももちろんあります。で、セルフイメージが上がれば、I'm worth it。私はもっともっと大きなものに、を受け取っていい。もっとふさわしいんだって思って、もちろん収入も上がりますし、仕事でのね、より大きな仕事を任せられるっていうこともありますし、よりね、素敵なパートナーを得るっていうことができるっていうことが言えるんですよね。ですので、もう本当に本当にね、セルフイメージを思いっきり上げるっていうことをね、ぜひぜひ心がけていただきたいと思います。で、私のね、説明でわかんないよっていうことがあったらね、遠慮なく書いてくださいね。私がなんでこのライブをやってるかって言ったら、あなたの、もう少しでもね、人生がこのコロナ時代にね、良くなっていただいたら、いただけたら嬉しいっていうことなので、あなたが腑に落ちていただくことが大切なので、本当に愚問はないですから、もうとにかく聞いてください。じゃあ、どうすればセルフイメージが上がるのっていうところに話を移していきますね。これね、アンソニー・ロビンズのインカンテーション。これ多分受講生の方はね、もう毎日毎日やってることですから、あ、ちょっと、もうやだ、ちょっと嬉しいメッセージだ、これ。もうエニちゃん、なんでこんなに金銭に売り、いや、もうやった。セルフイメージがとっても低くなってる自分、追い出せ！そうそうそう。でもね、それ追い出さなくていい。もっとね、それをね、愛してあげちゃって。もう本当に本当に本当に、愛してあげてください。最近自分の鼻歌の声を褒められる。ボイトレスで理想の声作ってるんですけど、笑い。すごいいいです。これめっちゃいいです。めっちゃいいです。で、インカンテーションはね、私の、英語講座をね、受講してる人は、馴染みがあると思うんですけども、これは大きい声で、I am 何々。I am 何々。I am 何々って言っていく。それだけなんです。めっちゃ簡単なんです。これをなんとアントニー・ロビンズとかは世界中から2000人、1万人っていうね、もう100万とか払ってくるような受講生たちに、世界で一番な、影響力のある、英語は何だか知っているか、それは I am なんだって言って、それでもう、2000人、8000人、6000人、1万人の人たちが、I am wealth! I am beauty! I am confidence! I am courage! っていう風にして大声で、インカンテーションを、ね、して自分自身のセルフイメージを上げていくっていう枠をやってるんですね。ですから、今日ね、皆さん、ラッキー100万円払わずに、そして、オーストラリアに行かずに、アメリカに行かずにですね、それで、これをね、手に入れることができたら、すごいいいと思います。ケコちゃんもありがとう。自分をね、受け入れて、セルフイメージを愛して、自称を持てるようになりました。ありがとう、ケコさん。本当に嬉しいです。本当に嬉しいです。あなたのようなね、才能がある人が、もうね、ほんとそこさえ、ね、土台さえしっかりしてしまえばね、もうこっから青天井です。そう、かなえちゃん、I am brilliant! じゃあ皆さんで一緒に行っていきましょうかね。じゃあ、I am amazing! I am brilliant! 一緒に行きますよ。せーの。I am amazing! I am brilliant! あ、英語勉強してない人だと何言ったかわかんないか。ごめんなさい。I am amazing は、私は超素晴らしい。そして、I am brilliant っていうのは、本当に賢いっていう、そういう意味ですね。ちかちゃん、ありがとう。すごい。嬉しいです。ということで、自分が、そのね、自分自身に、ね、セルフイメージの中に取り入れたいと思った、もう名詞をとにかく、I am の後にくっつけていただければ、もちろん日本語でやっていただいてもいいですよ。私は素晴らしい、私は最高、私は美人、私は豊かな、私は寛大ってね。
これなんで大声で言うといいかっていうと、細胞ってあなたのこのエネルギーに反応しているので、なので大きい声であればあるほど実は本当に細胞一個一個にあなたのこの素晴らしさをインストールすることができる、セルフイメージをインストールすることができるっていうね、そういうことなんです。ですのでこれね、私のね講座の中で、まあもうこれがね毎日の20分の動画のプログラムの中に入ってますので、それをねやっていただいてるんですけども、もう誰でもできるね。あ、イエース、マリちゃん、 I am amazing。 そう、私はすごい、その通りなんです。はい、ということでね、これでセルフイメージ、アイデンティティ上がっていくっていうことがねできたと思います。あ、すごい、あ、さとこちゃんね受講していただいてるからね、インカーテーションいってるんで不思議なほど元気だ。ほんとそうなんですよ。まあ、だってこれって本当にアントニー・ロビンズってね、あの人生を変える達人なわけですよね。世界中の人たちに、いつもあの世界中旅行してもお手洗いまで、ああ。アンソニー、トニー、君のおかげで僕の人生はすごい良くなったんだよって言って追いかけられちゃうぐらいの人ですからね。ですので、彼がやってるこのワークっていうのがもうどれだけすごいかっていうのをね、理解していただけると本当に嬉しいので、ぜひ今日からもう子供たちもね、一緒にできますから、ぜひやってくださいね。はい、自画自賛すればよい。あ、まあね、そういう言い方もできなくない。はい。いや、そうだね。自画自賛っていうと、ちょっとね、うぬぼれとは違うから、ちょっとそこだけはね、気をつけてくださいね。はい。でもね、自分を信じるっていうことね、大切です。はい。で、次、自信。self confidence の話をね、していきたいと思います。自信がないと、なぜアクセル全開にならないのか。Okay? 自信がないと、自分を信じていれないので、本当にうまくいくのかなという疑問の心を持ちながら、アクセル踏むので全開にならないんですね。ありがとう。セルフイメージの変え方が分からなかった。今日から実践してます。あ、よかった。てるみちゃん、ありがとうね。はい、ぜひぜひね、通勤途中、頭の中でね、言うだけでもいいですから、はい、まあですね、言ってってください。そして、じゃあ、どうしたら、ね、自信が持てるのか。Okay? これ多くの人からね、いつもね、質問いっぱい受けるんですけれども、これ簡単なんです。自分を信じると決めるだけ。OK? これ、アンソニーがこういうふうに言っています。Self-confidence is an option. OK? みんなも言ってみましょうか。Self-confidence is an option. 自信、自分を信じるというのは選択肢であるっていうふうに言ってるんですね。ということは、信じるっていうオプションと信じないっていうオプションがあって、これどっちにしますかって聞くだけだってことなんですよ。ですので、自分を信じるって決めてしまえば、もうそれで自信ができたってことなんです。ですから、お金もかからないですし、簡単に根拠もいらないんですよ。何か努力したとか、英検受かったからとか、英語を話せるようになったからとか、もうそんなもん何にもいらないです。根拠なしに自分を信じる。これだけでいいんです。だって、あなたこれまでの人生で達成したこと考えてみてくださいよ。OK。すごい達成したことあるはずです。朝起きることだって達成ですから、このライブ見れてること自体達成ですから、はい。You are amazing! なんです。で、もちろん、これはインカンテーションを使っていただいても結構です。で、インカンテーションの場合には、I am の後に名詞形を持ってきてるんですよね。ですから、私は自信があるっていう、I am confident っていう言い方でも全然いいんですよ。それは文法通りに正しいやつ。でも、アンソニーの言い方だと、I am confidence。要は、私イコール自信。だから、私っていう存在が自信ですっていう、そういう言い方でもいいんです。OK。ですので、I am rich って言ったら、私は、お金を持っている状態を示しますけれども、I am wealth。私が富であるって言った場合には、私イコール富っていう状態になるっていうことね。ここちょっと分かってもらえない。英語っぽいところなので、ちょっと分かりにくい。でも、どっちにしてもね、インカンテーションとしては成功しますから大丈夫です。安心してください。はい。いいですね。では、次いきますね。自己愛、セルフラブっていうことに関してなんですけども、なぜ自己愛がないとアクセル全開にならないのか。Okay? 自己愛がないと自分を嫌っていると思っているので、Okay? 自分嫌いってなってるので、嫌いな自分のためにアクセル全開にしようと思わないってことなんですね。あ、まいちゃん、ちょっと嬉しい。はい。ちかちゃん、We are amazing! そうですよ。はい。そして、
インカンテーションを授業の帯活動に入れようかな、かよこ先生ぜひやってください。OK。これ日本語と英語でね、ぜひ両方やっていただくとね、めちゃめちゃいいと思います。ぜひ学校でやっていただけたら嬉しいな。I'm the source of wealth. OK。もとみさん、全然いいですよ。ただ、これって早く言えないといけなくない？なんか、I'm the source of wealth. 私が富の源、全然 OK ですよ。もうめっちゃいいと思います。でも、I am wealth の方が言いやすかったら、全然それでもいいっていうこと。どちらでも同じ結果がね、出てきます。Alright, very good. いいですね。はい。マリちゃん見てくれたのもめっちゃ嬉しいです。自分をもっと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 愛すると決めて愛してあげてください。 You are amazing! OK! はい、嬉しいですね。そして、もう一回ね、その自己愛の方に戻らせていただきますね。で、自己愛を持つ、あるいは高めるため、ね、ここがもっとめっちゃ大切だと思いますんで、これは、もっと簡単なんですよ。これね、世界の、営業の神様って呼ばれてるね、ブライアン・トレイシー。彼の、ワーク、彼が、トップの営業を作っていくためにね、育成していくために、指示をしている内容が、I like myself, I like myself, I like myself を鏡を見ながら、言うっていうことですね。特に自分と目を合わせてね、言ってあげると、これ I like myself っていうのがちゃんと浸透していきますね。これ、特に、日本人の人だと、私は私が大好きです、私は私が大好きですっていうと、ちょっとなんか恥ずかしかったりとかするし、なので、私がおすすめするのは、この英語での言い方ですね。ブライアンの言い方。I like myself, 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 I like myself. で、これって言いやすいし、なんか、抵抗少ないかなっていうふうに思いますんで、ぜひぜひやってみてください。で、もう一つね、これね、さっきの私の、体験の中でも書かせていただきましたけれども、結局自分の行動を全部つぶさに知っている人って、これはもう神様でも、パートナーでも親でもなくて、実は自分じゃないですかっていう話なんですよ。だったとしたらば、もうこれね、自分を誰よりも、もう、ちょっとでも頑張ったよ。朝起きた。よくやったね。よく朝起きたね。歯磨いた。よく歯磨いたね。朝ごはん食べた。よく朝ごはん食べたね。もう全部自分の努力、頑張りっていうのをね、当たり前視せずに褒めてあげたとしたらば、これはもう絶対絶対自己愛って高まると思いません？だって全部見てるんですよ。だってその、電車の中で人にね、席譲ってあげたりとか、あるいは今だったらね、マスクちゃんとしてあげたりとか、消毒してあげたりとかね、このライブを見てくれていること、はい、ライブを見てくれているあなたは、You are amazing! はい、ということで、はっちゃんもね、Oh yes! ありがとうございます。ということで、ちょっとね、自分自身の自己愛っていうのをね、理解していただけたかなと思います。ですので、ここまででもアクセル全開になるはずってことですね。躊躇なくガーンとアクセル踏めるよっていうことですね。では、今度は、そのアクセル踏みました。その後、10倍ヒューンと行くためには、どうしていったらいいのかっていう3大要素についてね、説明していきますね。まず一つ目、これ MMS です。OK? モチベーション!モチベーション!はい、皆さんでも言ってください。せーの。モチベーション!そして次が、モメンタム。OK? これは、この間、運気の時の話でね、エイブラハム・ヒックスの、中に、感情って良い感情も、それからマイナスの感情も、モメンタム、弾みがつくよねって言った、あのモメンタムのことです。OK? そして最後は、シンクロニシティ、共時性。これは、ある意味、引き寄せの法則とも言えますし、あるいは集合、なんとかな、集合意識の力を借りて、その自分が欲しいタイミングよく必要なものをすべて手に入れる、そういう共時性っていうのがあれば、OK? だからすごいやる気が高まっていて、そしてモメンタム、どん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 その、勢いをつけていって、そしてどん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 必要なものがタイミングよく入ってくれば、それが 10倍加速するよねっていう、そういうことです。クリアですかね。はい。そして、もう少しね、詳しく話をしていきますね。モチベーション、なぜモチベーションがないと10倍にしようと、10倍にならないのかっていう感じですかね。要は、やる気がなくてそもそも勝てるオリンピックの選手っていないですよね。やる気ないんですけど、金メダル取りましたってないですよね。OK。これ、
全米の記憶力の、指導をね、されている第一人者のジミー・クイックさんっていう方がいるんですけども、日本だとね、まだ本ぐらいしか出てないかな。彼が言っているのは、記憶力だって、実はアップさせるのに一番大切なのはモチベーションだって言ってるんですよ。そう。なので、結局は、モチベーション、大切なんです。はい。じゃあ、モチベーションはどうやってあげるのっていうところ。OK。これはアンソニー・ロビンズ、世界ナンバーワンコーチのアンソニーのやり方を今日は皆さんに大公開！はい。まず、人間の、モチベーションっていうのは2つしかないです。OK。2つしかないです。1つ、痛みを避ける。OK。嫌だな。あれ、あの経験したくないから頑張ろうなんですね。そしてもう1つ、OK。もう1つは、OK。快楽を得るためにモチベーション上げを頑張ろうなんですね。ですので、例えば私がね、英語を半年でアルバイトをね、3つ掛け持ちしながら、1時間のね、睡眠で、頑張ったのをね、マスターすることができたのは、なぜか皆さんにご紹介します。はい。昨日もね、ちょっと投稿で書いていただいた、ローズイパスとトーニーパスがね、実はね、これモチベーションを上げるためのとっても大切なワークになってます。ローズイパスっていうのは、ローズイっていうのはバラ色って意味なんですね。そして、自分にとってのローズイパスっていうのは、その、英語っていうね、私はその時には目標を抱えていかれたわけですよね。英語をマスターしたい。で、英語をマスターしたい目標達成と、それによって得られる快楽を明確化したんですね。で、なので、その快楽っていうのは年収2000万。Okay? なぜならば、その時に読んだ私が目にした記事の中に、女性が学歴がなくて、コツコツ勉強することさえできれば、年収2000万も夢ではありませんって書いてあった、その文を見て、もう、正直6円ですからね、お金ないっていう状態で、食べていけないっていうところで言ってわけなので、英語マスターすれば年収2000万しかも私は単卒で学歴がね、あまりなかったですから、それなら私頑張るってなって、めっちゃスイッチ入ったっていうことなんですね。これが一つ目の、快楽を得る方のローズイパススイッチです。OK? そしてもう一つのスイッチっていうのが、トーニーパス。トーンっていうのは、これね、バラのトゲのことです。バラのトゲのことです。OK? あ、よかった。すごい嬉しい。ひとみちゃんから何か分かった気がします。オプションっていう言葉がスーッと入ってきました。ありがとうございます。後でまた何度も見直します。ありがとう。はい、ルリちゃんもありがとう。今、国家試験の勉強してるので、勉強法めっちゃ嬉しいですが。よかった。そうそう、シンクロニシティ4区の教授性のことです。その通りです。ありがとう。で、そういうパスにね、また戻りますけれども、その、茨の道、の、で私が思ったことは、英語ができないイコール、もう単卒ですから、その当時ね、30年前ですね。私何歳って感じですけどね。OL になったら、私整理整頓めっちゃ苦手なんですよね。でもこれも私の思い込みだから整理整頓も得意よ。で、はい。でもその当時はとにかくそう思い込んでたんで、そしたらば、書類の整理をね、主にやんなきゃいけない OL で、私は絶対仕事がうまくできないから、そしたらば、おつもりのいじめにあって、ああ、私自殺するって思ったんですよ。なので、トーニーパス、英語ができないままだったらば、自殺って思ったんですね。ですので、これって、究極の痛みじゃないですか。ということなので、私の英語をやりたい、マスターしたいっていう気持ちが、モチベーションがマックスになってたので、半年間で睡眠1時間でずーっとアルバイトをしていたにもかかわらず、授業の内容をもう一発で、もう予習復習する時間なんてないですから、一発で覚えるってね、これ授業の中でも皆さんにいつも言ってますよね。とにかく一発で覚えるってね、決めていただければそうなるんです。あなたの脳っていうのはあなたの指示通りに動きますからね。後で復習しようっていうふうに思ったらば、後で復習するような覚え方しかできないんです。だったらば、最短で覚えたい、最短でやりきりたい、最短でもっと時間の余裕が欲しいんだったらば、全部一発でできるっていうのをね、あなたの脳に指令してあげてください。あなたが、あなたの脳の司令官なんです。Okay? You're the commander of your brain. なので、どうぞね、脳に対して適切な指示を出して、本当に時間に余裕がある。Okay? 成果がたくさん出る自分に、ね、なってあげていただければと思います。はい、クリアですかね。
そして次がモメンタム。Okay? モメンタムがないとなんで10倍にならないのか。Okay? これって要あるいは筋トレとか、英語の勉強では何かをマスターするってことできないですよね。必ず反復っていうのが必要なんですよね。で、その反復の中で学習曲線っていうのね、見たことあると思うんですけれども、あの学習曲線って直線になってないんですよ。これギューっていう J カーブみたいになってるんですね。J カーブみたいになってるんです。ですので、何度も何度もやることによって、一気にあと、あの弾みがついて、うわーって上がっていくんですね。ですので、このモメンタムっていうのを活用していただけると、あなた自身の成果っていうのが10倍になるよっていうことなんです。じゃあ、モメンタムって、その弾みってどうやってつけるのっていうところなんですけども、一気に予定を立てて、昨日もね、皆さんに言いましたね、はい、あ、じゃあこのワークやり、切るための時間を、作って手帳に書き入れてくださいって言いましたよね。それが実はモメンタムの作り方なんです。一気に予定を立てて、私の講談の中でも皆さんね、バディとの勉強会っていうのを全部半年分入れてくださいっていうふうにお伝えしますよね。人間っていうのは手帳に書き込んだものはね、やる確率めっちゃ高いんですね。ですので、何も考えずにとにかく手帳に書き入れてください。そして手帳で見たら何も考えずにとにかくやってください。OK? そして1回目が終わった時に、しっかりと、こう大切ね。しっかりと、自分を褒めてあげてください。やったんですから。で、やったのがたとえ1分で終わっちゃったとしても、あるいは1時間頑張ったとしても、2時間頑張ったとしても、大切なことはもう1回やりたいと思えるように自分の脳を調教することなんですね。ですので、これね、水族館で、例えばイルカがジャンプした時に、調教師の人ってイルカに何しますか？そう、必ず餌を与えてあげますよね。ですので、あなたも1分でも頑張ったんだったら、1秒でも頑張ったんだったら、自分自身を Great job! I am amazing! って言って褒めてあげてください。で、ここで自分いじめ。だって1分しかやってないじゃない。1秒しかやってないじゃない。もっと本当はやるべきだったのよみたいな感じで、自分いじめをしないでください。それは、私が言うところの、本当に人権侵害。You are violating your self-human rights っていうことになりますので、それはぜひぜひやらないでくださいね。そう、自分の脳を調教するっていうこと。これがとっても大切なんです。そう。でね、おっしゃる通り、本当に何も考えずにとにかくやるって大切なんですよ。なぜならば、ここで考えちゃうと、あなたの脳の中のリトルボイスが批判を始めるんですよ。そんなにちょっとやったって。いや、そんな伸びるわけないじゃない。そんな一回よ、これでできるようになるわけないじゃない。みたいな感じで、あなたを、なんていうのかな、考えすぎることによって、あ、これです、これです。あ、わかりやすいのは、あれです。バンジージャンプとかで、とにかく何も考えて飛んじゃえば、すごい早いのに、そのバンジージャンプで、どうしよう、どうしよう、どうしようってやってる間に余計怖くなるってやつです。ですので、自分でとにかくやるっていうことは、エルリちゃんありがとう。めっちゃ自己人権侵害やってました。ああ、やっちゃってましたね。はい、お縄ですよ、お縄。はい。ですので、今日からね、もうこれ見ていただいてる方、で特に、自分自身の、ごめんなさい、自分の大切なお子さんとか、それから自分の大切な配偶者の方、彼氏、彼女、ね、あるいは部下に対しても、このね、自分が自己、人権侵害をやってしまってると、すんごい相手との間から短ければ短いほど、この、人権侵害シリーズ多くなりますからね。OK。期待が高くなるからね。でも、これ、前の、ライブでも伝えたんですけども、Replace your expectations with your gratitude. あなたの期待っていうのは、感謝に変えていただくと、あなたが幸せになりますからね。OK、ぜひね、そうしていただければ。リトルボイス来るでしょ？そう。リトルボイスは、もう世界の、一番の敵です。あれです。コンクールを目指しているピアニストの方とか、バイオリンの人とか、それから、荒川静香さんとかもね、やっぱり一番の敵は、もう、一番の敵だって言い方してないですけども、荒川静香さんもパフォーマンスね、4分とかあるじゃないですか、スケートの時ね。それでも1秒でも何も考えない思考の時間を作ってしまうと、その時にリトルボイスが来ちゃうので、
もうその全部の秒数で何を考えるかを決めてますっていうふうにおっしゃってましたね、インタビューの中でね。ですので、ぜひぜひ、あなた自身がですね、この自分自身をちょっとでも頑張ったら褒める習慣、これがあなたを本当にモメンタム、つけてくれる、弾みをつけてくれるポイントになりますので、ぜひぜひね、やっていただければと思います。はい。そして、あ、ちょっと綴りが違う。ちょっと待ってね。ごめんなさい。これ綴りが違うんですけど、ちょっと今直しにくいので、シンクロニシティのね、話しちゃいますね。なぜ表示性がないと10倍にならないのか。OK。10倍にするのは自分の力だけではやっぱ不十分なんですね。OK。どうすればじゃあ表示性がもっと得られるのか。表示性っていうのは、偶然に、引き寄せる、タイミングのいい出会いっていうことですね。例えば、一人の力よりもチーム力の方がいいですよね。人の力だけでやるよりも、釈迦の力、神の力、天使の力の、も借りた方が早くいきますよね。ですので、もっと宇宙の力、天使の力を借りようっていうことですね。で、これは、私がね、スピリチュアルな、情報をね、去年から、エイブラハム・ヒックスとか、アシュタールとかね、並木さんとかから、受け取るようになって、そしてね、宇宙からももっともっと受け取るようになった時にですね、実は宇宙の力、ね、地球のね、波動っていうのがアセンション、次元上昇している今ですね、本当にたくさんのサポートが宇宙から入るようになります。本当に私自身も、ここは絶対タクシー来ないとこなんだよね。ちょっと天使さん一台、ちょっと急いで行かなきゃいけないところあるから、お願いって言ったら、なんとそのビルから出てきた瞬間に隣のビルにいたタクシーの運転手さんがヒューンって私の方に聞こえたんですよ。すごくないですか？ね、本当にちょっとね、これはちょっとプライベートの話になっちゃうので、そのどこまでいやちょっと今言えないな。はい、でもとにかくこの天使のおかげで本当に本当にすごいね、出会いがたくさんありますんでね、ぜひぜひ使っていただければ。天使にお願いするときはすごい簡単で、天使さん何々お願いしますって言って、でそれを受け取ることができたとしたらば、もうとにかく天使さんありがとうございますって言ってね、感謝をするというだけでいいんだそうです。はい、そして、最後ですね、次ですね、あなたのアクセルを、最後ですね、最後になりましたね。はい、あなたのアクセルを全開にし、10倍に加速するというね、今日の内容をちょっとね、もうちょっと分かりやすく最後ね、まとめてみました。よいしょ。これで見えるかな？全部ね。ちょっとこれでも見えなかったかな？ちょっと待ってね。とにかくちょっとね、時間が押してきてるので、とにかく説明しちゃいますね。はい。で、I am amazing. I am beautiful. というふうにして、インカンテーションをすることによってですね、まず自分自身のセルフエスティームをね、上げていただくっていうところが一つだっていうことをお話ししましたよね。そして、来た。これでどうだ？よいしょ。これでも厳しい。これでいくかな？ダメだ。よいしょ。よいしょ。これいった。はい。大変お待たせいたしました。すいませんね。I am amazing. I am beautiful. I am wealthy. っていうふうに形容詞で言ってもいいし、これを I am, 頑張って、I am amazing は I am, beauty. I am wealth. っていうふうに言っていただいてもいいですね。名詞にしてもいいし、形容詞でもいいですよっていうことですね。そして、自分を信じると決断し、I am confidence, I am confident でもいいんですよ。と唱えてください。できれば大きい声でね、全身を使ってやって、感情を込めてやってください。そして、I like myself を1日10回唱えて、OK、10回っていうのは、ちょうどね、叶えるっていう字がね、10回じゃないですか。次回、10回口って書きますからね。自分のすべての努力を、認めて、誰よりも褒めあげてください。褒めてあげてください。そして、rosy path と thorny path、バラ色の道、そして茨の道を決めて、見えるところに貼っておいてあげてください。そうすれば、自分の目標を達成したいね。例えば、さっき国家試験っていうのを書いてくれてましたけれども、国家試験を受けることに、受かることによって何が究極得られるのか。そして、受からなかったことによって、どんなに苦しい自分になるのかっていうことを書いて貼っておく。そして、手帳にライブが終わったらですね、やることをすぐに記入していただいて、1回目を考えずに、とにかく実行してください。OK。そして、天使などに、力添えを具体的にお願いをして、叶ったら
お礼を伝えて良い関係をぜひぜひね構築してください。もう本当にね宇宙からのサポートを得始めるともう本当にね考えられないですよ。考えられないですよ。今までの10分の1、100分の1ぐらいの力で、それ以上の100、10倍のね、成果が出るようになりますからね。まあ、これは本当に本当に使ってください。そして、最後にね、まとめます。これまで人知れず頑張ってきたあなたの努力を知ってるのはあなた自身です。それを天の視点からね、あなた自身がヒューンって宇宙に行ってね、そして見ていただいたらば、どれほどあなたは愛しい存在なのかが自分自身のことですよ。が本当わかるはずです。どうぞそれをもう厳しい目で本当に人権侵害しないでください。思いっきり我が子のように無条件で自分自身を愛してあげてください。この地球上に完璧な存在なんてないんですから、あなたがこれまでの教育で完璧でない自分を責める癖、ね、持っちゃってるのは、それは致し方ないことなんです。これまでの社会がそうだったから。しかし、今日でそれは本当に終わりにしましょう。誰よりも自分を愛して、それを許して、チーム、宇宙、天使などの力を借りて、もっともっと奇跡を起こして、弾みをつけて、モメンタムですね、モメンタムをつけて、そして楽に楽しく夢を生きていきましょう。ということで、今日の、ライブはね、ここまでになります。はい、いかがでしたでしょうか。少しでもね、お役に立ててると嬉しいです。今ね、もう本当に、世の中がね、コロナっていうね、もう世界がね、本当に変わってしまうというね、状況が起きてますけど、すいませんね、ちょっとね、今日長年泣く、化粧がすごいことになってますけども、はい、ですけども、あ、そう、あ、塩野さん、見てくれてありがとう。めっちゃ重要な話だよ、めっちゃ面白い、すごい。ありがとうございます。はい。3S, I like myself, I am confident, I am amazing. マキちゃん、その通り。You are amazing. ありがとう、めちゃもね。はい、ということで、本当に本当に最後までね、見ていただいてありがとうございました。ご自身をね、どうぞどうぞいっぱい愛してあげて、そしてまたね、明日、あなたの人生がさらにこのコロナ時代でも好転していけるノウハウをガッずりと、惜しみなく、皆さんに全部伝えていきますので、ぜひね、この、内容を必要だなって思う、この内容を得たら、まあ、もっと幸せになれるだろうなって思うような人が周りにいたらね、もうぜひぜひこれは、シェアしてあげてください。で、一人、やね、まあ、昨日も一昨日も話してますけれども、あなたの覚醒で2万人が救われます。OK。ということは、あなたの友達が、覚醒してもまたさらにそこから2万人ね、になりますので、どうぞどうぞですね、またご覧いただけたらすごく嬉しいですし、さらにシェアいただけたら本当に嬉しいです。タムちゃん、どうもありがとう。ふみえちゃんもどうもありがとう。そう、エネルギーを渡せるようになってください。ぜひぜひね、もうなってると思いますよ。さとこちゃんもね、濃厚な時間。いや、私こそありがとうございました。もときさんも本当にありがとうございます。仕事があること、感謝感謝。本当に素敵です。それ。あ、ゆりこさんありがとうございます。そしてまゆさんもありがとうございます。そう、実行するのみ。ぜひね、実行してください。ちかいちゃんもどうもありがとう。I love you.コロナの時期に集中してほしいわね。本当に。いや、何をおっしゃいますやら、本当にね、ずっと私を信じてついてきてくださってありがとうございます。イエス !2 万人です。あー、シェアどうもありがとう。はい、ということで。